こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ロキモ入りのステルス無人機の量産が始まる。それも納入に入るまでに。そこまで時間はかからない量産体制となっている。しかし、炉のステルス無人機がどれくらいの性能なのか気になるので、今回は紹介していこう。いやいや見た目よりも、2020年8月、かねてから開発が報じられてきたロシアの無人航空機 S-70 オホートニクが2024年をめどに量産化され、ロシア軍への納入が予定されていると報じられた。これは従来の計画だった2025年を1年ほど早めたものとなり、昨年の2019年に初飛行の映像が公開された無人航空機 S-70 オホートニクだったが、いよいよ実用化が本格的になった。ロシア国防省は昨年の無人航空機 S-70 オホートニクの初飛行の様子を1分20秒ほどの映像として YouTube 上で公開しているが、こちらには同機の単独での離着陸の様子が収められていた。無人航空機 S-70 オホートニクは SU-35 や SU-57 といったロシアの第5世代戦闘機と連携して運用されると考えられており、遅くとも今後10年内2030年前後には戦力化すると思われる。この無人航空機 S-70 オホートニクは全長約14メートル、全幅約20メートル、重量約20トン前後と見られており、単発の機関部を備え、ステルス性に優れた前翼形状を採用している。この前翼機形状を測って、アメリカのノースロップ・グラマン社が開発を進めていた無人戦闘攻撃機 X-47 ペガサスも同様であり、高度なステルス性能の実現には適したものと言えるのだろう。このアメリカの無人戦闘攻撃機 X-47 ペガサスは2011年に初飛行し、2013年には航空母艦ジョージ・S・ブッシュからのカタパルトからの離陸と着艦をもすでに成功させていた。しかし、2016年に費用的な面から無人戦闘攻撃機 X-47 ペガサスの開発計画は中止となり、無人機計画はボーイング社の MQ-25 スティングレイ無人空中給油機に置き換えられることになった。これは未だ無人の戦闘攻撃機の実用化までには期間が必要とアメリカ海軍が判断を下したものとみられ、航空母艦艦載機の航続距離を延伸させる無人空中給油機の配備を現実的と考えたものだった。 MQ-25 スティングレイは2026年頃の実用化を目指しており、アメリカ海軍の航空母艦の主力戦闘機である FA-18 戦闘攻撃機などへの空中給油を実現させる目的で計画が進められている。このため MQ-25 スティングレイは直接的な攻撃任務を担うのではなく、あくまで航空母艦艦載機を支援する用途であり、無人という要素以外はS-70 オホートニクとの共通点は見当たらない。これはアメリカの技術水準をもってしても人工知能によって自立した
攻撃を行わせることは困難であり、ことに友軍と敵軍との識別を間違わずに実施するのはまだ技術的にハードルが高いと考えられる。そうしたアメリカ側の判断と異なり、無人航空機 S-70 オホートニクの量産化を推し進めるロシアの選択が有効なのか否かは、今後これを導入し実戦で使用されるまでは不透明だと言えるだろう。多くの兵器と同様に、アメリカからは兵器調達が難しい中東の国や組織が無人航空機 S-70 オホートニクを導入するならば、案外早くその実戦投入の効果検証と問題点の洗い出しが進むかもしれない。無人航空機 S-70 オホートニクで注目されるのは、その兵器としてのコストと費用対効果のバランスだと思われるが、現状ロシア政府の調達価格を含めコスト面の情報は見当たらない。先のアメリカの MQ-25 スティングレイは2020年8月時点でアメリカ軍から製造元のボーイング社に対して7機の発注がなされており、最初の4機は総額約915億円の契約と伝えられている。さらに追加となった3機は総額で約99億円程度とされており、先のイニシャルコストまで全て含めた金額よりも大幅に低下はしているように見えるが、それでも1機約33億円とかなりの高額差だ。というのも、アメリカ空軍に向けてクラトス社が開発中の無人ステルス戦闘機 XQ-58A ヴァルキリーは1機あたりのコストが 3.3 億円の上、100機以上の大量ロットならばさらに 2.2 億円と謳われている。用途の全く異なる無人空中給油機と無人ステルス戦闘機を単なるコストや単価で比較することはかなり乱暴なことだと感じるが、10倍以上の価格差ともなると、その際にどうしても目がいってしまう。おそらくロシアの無人航空機 S-70 オホートニクは XQ-58A ヴァルキリーに近い存在だと言えそうで、そうした低価格は敵からの攻撃で撃墜されるリスクを過剰に警戒する低下させるだろう。そうなると、第二次世界大戦以降、この方、航空機にしろ艦艇にしろ、戦車にしろ、自軍には損害を出さずに敵の身を叩くことを要求されてきた。兵器のあり方、用法そのものが一変する可能性がある。それは無人であるがゆえに、兵員の損耗は気にせず、作戦によっては無人機の損耗は必要な犠牲とみる、言い訳かっての消耗戦の復活であり、より大量の無人機を投入した側が優位に立つことを意味するのかもしれない。